こんにちは、近藤潤です。今日はパートナーシップの引き寄せで一番大切なことというテーマでお話ししていこうと思います。引き寄せの法則って本当に常に常に働いている力なんですよね。そう。なので、これパートナーシップの引き寄せにももちろん活かすことができて、で、実際に僕は今の奥さんを引き寄せたなーってめっちゃ思ってますし、あの妻も 僕のことを引き寄せたっていう自覚がすごくあるらしいんですよね。うん。で、今はですね、本当にお互いがお互いを大切な人って思ってて、本当にいいパートナーシップを築けているので、ちょっとその話もシェアしようと思うんですけれども、で、この一番大切なことってなんやねんっていうとですね、結論言っちゃうと、自分が幸せになると信じることなんですよね。そうそうそう。 信じること、信じること、本当にこれに尽きるなぁと思うわけなんですよ。で、これっていうのは、僕、今の奥さんと出会う前から、結構これ信じてたんですよね。僕ね、小学校、中学校ぐらいの時から、結構妄想するのが好きで、で、未来の奥さんはこんな人なんだろうなぁとか、子供とはこういう家庭を作りたいなぁとかね、そういう妄想してたんですよ。うん。っていうのはですね、僕自身が、 結構家庭の問題が大きくて、父親から暴力振るわれちゃったりとか、なんかもう家に居場所がなくて、家に帰りたくないっていう、もう本当に僕の父親毒親だなーってめっちゃ思うんですけど、パートナーシップとか結婚に対してすごく憧れがあったんですよね。うん。で、憧れがあったからこそ妄想して信じてたんですよ。自分は大丈夫だと。自分は父親と同じような、 失敗は繰り返さないと僕は絶対幸せになれるっていうのを自分に言い聞かせて、で自分で自分を信じ込ませてたっていうのもあると思うんですよね。うん。父親が毒親だったおかげで、ああ、愛がない家庭ってこんなに辛いんだっていうのを僕は学んだんですよね。でだからこそ自分は愛が溢れる家庭を絶対作るんだっていうのを自分にこうずーっと言い聞かせてたんですよ。大丈夫大丈夫って。で、小学校 こう中学校ぐらいの時も自分の家には帰りたくないけど未来の自分の家庭は帰りたくなるような家なんだよなみたいなそういう妄想をずっとしてたんですよね。あ未来の奥さんは今どこにいるんだろうなとかそう本当にそういうことを考えてましたね。で、もしかして年の差の結婚だったらね、中学校の僕でも未来の奥さん今小学生かもしれないんだよなみたいなそんなことを考えてましたね。 で、実際今の僕の奥さんは、あの、年下なので、ね、本当にその時の妄想って当たってたんですけど、うん、このね、自分が幸せになると信じるのって、現状、今の現実は全く関係ないんですよ。そう、本当に今の現実って関係なくて、自分が自分の未来を信じることができたら、本当にそれってどんどん現実になってくルートにもう乗ってるんですよね。なんか時間って、こう今があって、 で、過去があって、で、未来があるみたいな、そういう考え方しますよね。で、今の現実って、本当に関係ないんですよ。未来の自分は、絶対幸せになるんだって、自分が信じさえすれば、本当にその現実に向かって、必要な出会いとか、必要なアイディアとか、そういうものがどん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 頭に降りてくるようになるんですよ。そう。信じてさえいれば。 で、これすごく大事だなと思ったのが、僕もね、常に常にこれ大丈夫大丈夫。 って信じてたわけでもないんですよ。時にはネガティブになって、え、本当に大丈夫なのっていう気持ちになる時もありました、もちろん。本当にね、大丈夫かなって、本当に現実になるかなって、ネガティブな時って大丈夫っていう気持ちが信じられなくなるんですよ。なので、信じられない時は無理してこの未来のことを考えなくてもいいんですよ。信じられないっていう時は、今の自分のエネルギー状態が 下がっっちゃってる時な,んですよ、ね、そうなんか自分の将来本当に大丈夫と思えないんですけどっていう時は無理に未来を信じようとするよりも今の自分のエネルギー状態をまず上げていくっていう方が大事なんですよね今の自分に OK サイン出してないと未来の自分が幸せになるっていうのが信じられないんですよねなのですごく大事なのは 今の自分の状態を適切に見極めることになってきます。これめちゃくちゃ大事なのでメモしといてくださいね。今の自分の心の状態を適切に見極めるっていうことがすごく大事なんです。うん。自分の将来幸せになれるって、いや、信じれないよっていうネガティブモードの時は、無理してこの未来にフォーカスを向けなくてもいいんですよ。そう、下がっちゃってる時は、どうしてもね、これ信じられないんですよ。 勝手なマークいっぱい出てきて、今の自分の状態がこう下にいるので、やっぱりね、信じられないって思っちゃうんですよ。うん。なので、そういう時は、無理して、この未来のことを考えなくてもいいんですよ。うん。今自分が置かれてる状況で、なんか楽しいことをやってみるとか、もうゴロゴロして、映画見て、ポテチ食べて、ね、ダラダラしてもいいんですよ。まあ、ネガティブモードの時って、自分のエネルギー状態が下がってる時なんですよね。うん。 そう、そういう時に無理して未来を信じなきゃとか、自分は幸せになるって、信じないとダメだってみんな言ってるもんって言ってこう、信じよう信じようとしても、この本当に大丈夫っていう、ちょっとした派てなマークが、どん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 大きくなってきちゃって、え、本当になんか自分空回りしてないみたいな、そういう感じになっちゃうんですよ。うん。そう、なのでね、本当に。 適切に見極めるっていうことが大事で、あの、決してね、これ自分が幸せになるって信じれなくても無理しなくていいんですよっていうことですね。そう。まずは無理せずに自分の状態が回復するのを待って、こう自分を甘やかしてあげるのも大事だと思うんですよね。ね、なんか努力して頑張って現実変えようと思わなくても全然いいんですよ。そう。まずは自分のエネルギーを整えて、 回復してきたときに、あ、なんか大丈夫な気がするって。なんか本当に未来の人、こんな人がいいんだろうなとかね。そんな感じで妄想を楽しまないと意味がないっていう感じなんですよね。楽しくないんだったら、あ、それってやっぱ下がってるときなのであんま考えない方がいいかなとって思います。うん。そう。なので今自分がどこにいるのかっていうのをちゃんと見極めることが大事なのかなと思います。で僕も 楽しい時にこういうことを考えるようにしてました。あ、なんか友達と遊んでて、すごい心が通じ合って、楽しいなーっていう時に、あ、未来もこういう家族にしたいなーみたいな。なんかこの、他の楽しさと、この未来の願望を重ね合わせる感じなんですよね。そう。なんか例えば、ドライブで出かけてて、風が気持ちいいなーとか、あ、すごいなんか今日気分がいいなーっていう時に、あ、こんな気分がいい日に、 未来の家族とお出かけとかしてるんだろうなーとかね、隣にはこんな人が未来いるんだろうなーみたいな感じで上がってる時に自分が幸せになると信じるっていうことを楽しんで妄想するっていうことをやってましたね。うん。下がってる時無理してやらずに上がってる時に信じる。上がってる時に信じるっていうのを繰り返してたらなんか本当に現実になっちゃいました。はい。で、僕の妻も なんか自分は将来幸せになるってずっと信じてたらしいです。僕と出会う前からもう未来私は幸せになるっていう確信があったらしいですね。やっぱりその確信が持てるっていうのは無理に下がった時にこっちのこと考えないっていうのも大事だと思います。気分がいい時にこの自分の理想の回路を育てていくっていう感じですね。そう、未来の自分はもっと気分がいい。 グッドフィーリングな世界がどんどん広がっていくんだろうなぁ、みたいな。そうやっていい気分の時に妄想したことが、どん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 自分は幸せになれるんだって信じることができるんですよね。やっぱりね、本当に信じてることって現実になっていくので、もう自分の未来を信じてください。今の現実って本当に関係ないんですよ。今どんな状況でも自分は幸せになれるって信じることが大事で。で、信じるためには、 やっぱり今の心の状態を適切に見極めることがすごく大事で下がってる時には無理して考えなくてもいいよってことですねそうあなんかいい感じかもっていう時にどん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 自分の信念を強くしていくっていうことをおすすめしたいですねはいこんな感じでまたパートナーシップについても 動画やっていこうと思いますのでこの動画を聞いて何か感じたこととか何か思ったことがあったらコメントいただけたらすごく嬉しいですはいというわけで今回は七夕企画ということでパートナーシップの引き合わせで一番大切なことについてお話しさせていただきましたありがとうございましたじゅんでした失礼します概要欄のメルマガに登録していただくと潜在意識を書き換える動画セミナーを無料でプレゼントしています 他にも講座のご案内もしていますので、登録をぜひよろしくお願いします。この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゅんでした。